愛の終わり、山川雅夫。ドアが開くと、一人の青年が入ってきた。青年は流行のシルキーな布地の背広をぴったりと身につけ、暗緑色のサングラスで顔を隠していた。そのまま彼は素早く室内を眺めた。彼女はゆっくりとベッドから起き上がった。いらっしゃい、坊や。青年はサングラスを外した。色白で女性的な面立ちのただ眉だけが濃いその顔に、いかにも人工的な不自然な微笑が浮かんだ。彼はつかつかと歩み寄って彼女を抱き、接吻した。彼女は軽いうめき声を漏らした。ねえ、冗談なんでしょ？今の電話。同じ作りつけたような微笑のまま、青年は言った。彼女は部屋の中央に歩いた。そのテーブルには、すでに半分ほどになったコニャックの瓶と、二つのグラスがあった。真っ白なスポーツカーを買ったんですって？彼女はそれが癖らしい疲れたような声で言った。素敵ね。でもここに乗り付けたのはどうやら違う車だったようね。私、この窓から見てたの。彼女はレースのカーテンの降りた窓を背にして、コニャックを手のひらで温めながら笑いかけた。でも、よく来てくれたわ。私もう来てくれないんじゃないかって考えていたの。そんなこと、僕の愛しているのは先生だけだってこと、先生だって知っているはずじゃないの。青年は甘えるような表情を作った。が、その声には明らかに演技が感じられた。そうちょいちょい会いに来るわけにもいかないし、目立つような真似はできない。僕だって苦しいんだ。先生だけは分かってくださると思っていた。そうね。分かってるわ。よーく。彼女は微笑みながら、うっとりとしたようにその青年を見つめた。本当に、分かっていてくれるの？ええ、本当に、分かっているつもりよ。じゃあどうしてさっきの電話みたいなこと言ったりなんかするの？青年は絨毯にひざまずいて、彼女の手を握った。ねえ、言ってよ。ただの脅かしなんでしょ？そうなんでしょ？だいぶ、お急ぎのようね。彼女は笑いながら答えた。これからすぐ飛行機で大阪に。そう、それは結構ね。嫌味じゃなく、おめでとうを言わせてもらうわ。青年は黙った。わざとそわそわと腕時計を見た。だが彼女はソファーに腰を下ろし、ネグリジェの足を組んで、青年のその落ち着きのなさ、苛立ちを完全に無視していた。彼女は喋り出した。昨夜のテレビ見たわ。あなたが初出場した NHK の紅白歌合戦。素晴らしかったわ。すごい人気だったじゃない？あれに出られたら歌手として一人前だってよく言われるけど、あなたはもう一人前以上よ。私があれに出た最後はもう4年も前のことになるけど、その当時だって私はあんなものすごい拍手は受けなかったわ。とんでもない。みんな先生のおかげですよ。僕、本当にそう思っている。
青年が言いかけたが、彼女はそれにも知らん顔で、グラスの琥珀色の液体を見ていた。上り坂の時って本当に、誰が聞いても気持ちがいいくらい、声に艶と張りがあるのね。それに坊やはマスクも新鮮だし、もう映画会社からいくつか契約の交渉があったって言うじゃない?今年はあなたの年だわ。昨日のテレビを見て私、そのことがはっきりとわかったのよ。あなたの主演する映画、テレビ、あなたのレコードが次から次へと続いて、やめてください。お願いです。青年はやや強い動きで言った。それよりさっきの話の続きをしましょう。そのために、僕はここへやってきたんだから。やっと青年に目を戻して、彼女は一瞬ぼんやりとした顔になった。さっきの電話での話ですよ。と青年は言った。テープのことです。本当にそんなもの、取ってあったんですか?ああ、あのこと?彼女は笑い始めた。そうそう、私たちのベッドでの会話を全部テープに録音してあるって言ったことね。そうだったわ。私、生まれて初めて他人を脅迫したんだった。もし今すぐ私の家に来てくれなかったら、それをすぐ適当な週刊誌宛てに送りつけるってね。彼女は青年の真剣な、怯えた小動物の目を覗き込んで、再び大きな声で笑った。どう?素晴らしい特ダネじゃなくって、今売り出しの今年のホープであり、今月の美人歌手との密かな婚約を噂されている人気者の坊やの25も年上の私への素敵な早熟なドンファンぶり。しかもそれが3年前、坊やがまだバンドボーイだった15の頃からのことと来ている。それが最初からそっくりそのまま録音されているんですもの。若い女の子のファンや美人歌手だけじゃなく、誰だってびっくり仰天するに違いないわ。そうでしょ?ねえ、ねえ、なんとか言ったらどう?坊や。そうか、わかった。これが、あなたの仕掛けた罠なんだな。青年は叫び、真っ青になって立ち上がった。先生は、今ここで僕にそれを肯定させて、それをテープに取ってしまうつもりなんだ。なんて人だ。先生は実は今録音して、それを脅迫のネタにするつもりで、それで僕を呼んだんだな。え?怒りと恐怖とをむき出しにし、青年は彼女を睨みつけた。彼女の微笑が凝固するように止まった。力なく、彼女は肩を落とした。怒らないで、とやがて首を垂れて彼女は言った。ごめんなさいね。坊やに私、会いたかったの。どうしても会いたかっただけなの。録音機はどこにあるんだ?青年の声は怒りに震えていた。彼女は目をつぶった。首をそっとベッドの方に向けた。青年はベッドに走り寄った。細い蛇のようなコードがベッドの側面に隠れていた。マイクはマットの間から覗いていた。
ベッドの下に隠されていた録音機の中では、ゆっくりと音もなくテープが回っていた。これはもらっていきます。青年はテープを取り、それをポケットに押し込むと、そのままドアに向かった。が、立ち止まった。喧嘩別れはいけない。と青年は計算した。確かに、今は散々利用したこのババアと別れるいいチャンスだ。しかしこのまま僕が出て行ったら、ババアめ、何をしでかすか知れやしない。何しろ頭に来ちゃっているらしいし、どんな突飛な方法で俺たちのことをバラしにかかろうとするかわからないぞ。それに、いくらもうダメになった歌手とはいえ、まだまだマスコミにも知り合いは多いはずだ。そうだ。ここはなんとかうまくごまかさなくちゃいけない。青年は懸命に情けないみたいな甘えたような笑顔を作り上げて、彼女を振り返った。先生、と彼は悲しげな声を出した。どうして先生は僕を信じてはくれないの？僕にとって先生以外の女性なんていないってこと、先生が一番よく知っているはずじゃありませんか。今の僕に暇を作るのが許されないことだって、先生ならよくご存知のはずだ。それを、いやだ、僕は先生を愛している。彼女は初めて顔を上げた。青年は大げさにその膝に取りすがった。もし、僕に体が二つあったら、いつでも僕は先生と一緒にいられるのに。先生、僕はいつもそんなことばかり思っているんだ。暇さえあれば、いつだって僕は先生のところに駆けつけます。僕はそんな気持ちなんだ。だから先生、先生だけは僕のことを信じていて。ねえ、僕、絶対に先生と、別れない。ごめんなさい。と彼女は言った。ふと青年はあることを思いついた。先生、先生は僕のためにわざと僕と別れようと考えたの？僕を怒らせ、僕を先生から離れさせるために、こんなことを思いついたの？そんなんじゃないわ、坊や。それはあなたの誤解よ。静かに彼女は言った。坊や、許してね。私が悪かったわ。彼女はコニャックを喉に流し込もうとした。その手のひらを青年が押さえた。ダメだよ。そんなに飲んでばっかりいちゃ。喉に悪いのは分かりきっているじゃありませんか。なぜそう自分を大切にしないの？ありがとう。素直に彼女はグラスをテーブルに戻した。青年はその目が充血し、涙でいっぱいになっているのを見た。坊や、あなたは私とはもう二度と会いたくないと思っているんでしょう？そんなこと。青年は唇を尖らせた。しかし、俳優ではない彼の演技は少し切裂すぎてもいた。私ね、今日あなたに来てもらったのはね、と彼女は言った。本当に、本当にもう一度だけ、あなたに愛してもらいたかったからなの。お願い。彼女はすすり泣いた。その声は次第に上ずり、青年は当惑を隠すためにその肩を抱いた。彼女は言い続けた。嘘じゃないの。私本心からそう思っている。私何でもあなたの望んでいる通りにしてあげたい。多分あなたはできることならもう二度と私には会いたくないって思っている。いいの。私もそうする。約束するわ。だからお願い。もう一度だけ愛して。そしたら私、一生今日という日を
記念にして、もう二度とあなたには会わない。本当よ、本当。私、あなたの望み通りの女になってしまいたいの。だから。青年は事情の奇妙な好転にびっくりした。今日だけで二度と会わないと約束すると、相手の方から言っている。これは願ったり叶ったりだ。テープも取り戻した。これならまず心配はない。彼はもしかしたら彼女は死ぬつもりなのかもしれないと思った。しかし、まあ気の利いた幽霊なら、とうに消えている頃だ。それもいいじゃないか。青年はうなずいた。ベッドを直すふりをし、慎重に第二の録音機のないのを確かめると、彼女を両手で抱え上げた。40歳を超えた彼女の皮膚は緩み、長い間の舞台化粧で荒れた、その顔の肌には、おぞましいほどのシワがあった。しかし青年は精一杯の努力で、その女体を抱き、もはや完全な義務と化してしまっている、いつもの愛撫の順序を、忠実に、たどり始めた。ドアの閉まる音が響いた。音の消えた部屋の中で、彼女は薄く目を開いた。青年の若い肉体の香りが、ごくかすかに、しかし、鋭くまだ匂っていた。やっぱり、思っていた通りだったわ。私って、あなたの顔を見ていると、あなたのためだったら、どんなことでもしてあげたいとしか、考えられなくなっちゃうのね。何でもあなたの言いなりに、あなたのいいようにだけしてあげたくなってしまう。あのテープだって、聞かれたらやはり隠してはおけなかったわ。まるですぐ目の前に青年がいるみたいに、彼女は声に出していった。あなたが私を一つも愛してなんかいないってことは最初から知っていたわ。だから、いつもこれが最後だという気がして、今まで何本テープを取ったかわからないわ。はじめは私だけの記念にするつもりだったのに、いつの間にかそれが習慣みたいになって、今日のもその習慣の続きだったの。その時、窓の外に自動車のスタートする爆音が響いた。急いでベッドを降り、窓に寄ってレースの影から、彼女は道を眺めた。青年の乗ってきた小型の黒いセダンが急速にその視野を消えていった。さよなら。言って彼女は大きく呼吸を吐いた。やっぱりそうだったわ。もしあれを持ったままでいたら、会っているうちにあなたがかわいそうでたまらなくなって、きっと全部あなたに渡してあげちゃったに違いないわ。ごめんなさいね、坊や。そう思ったから私、今日あなたに電話をかける前に、今までのテープ、あれをそっくり、ある週刊誌に届けさせておいたの。女中に。多分もうついている頃だわ。彼女はゆったりとソファーに腰を下ろした。癖の疲れた調子の声で言った。悪かったわ。でも坊や、直接の動機は昨夜の紅白歌合戦なのよ。あれで私、今年があなたの年だと分かった。でもそうなったら、あらゆるテレビ、ラジオ、週刊誌、雑誌で日本中に、坊やの顔と声が氾濫する。
それなのに、あなたは私に会ってくれない。私、坊やをやはり私だけのものにしておきたかったし、しょっちゅう坊やの顔や歌を見たり、聞いたりしながら、しかも会えない自分なんて思ってみただけでも耐えられない。だから私、いっそマスコミの中からあなたを消し、一緒に自分をあなたに合わす顔のない女、顔を合わす資格のない悪い女にしてしまおうと考えたの。それでこそ私はあなたの思い通り、あなたには会えない女になる。自分でも納得してそれを受け入れることができるわ。私、それ以外にあなたの希望通りの女、もう二度とあなたに会おうとしない女になって、なれる自信がなかったのよ。多分、あなたに会ってしまえばもう私はダメ。私は負け。また元の木阿弥になってしまう。そう思ったからこそ先にテープを届けさせておいたの。やはり私は正しかったわ。もしそうしておかなかったら、きっと今頃はテープは全部あなたに取り上げられ、そして今度はどうしたらあなたに会うことができるか。私、そればかりを必死で考え続けてるわ。でもこれでもうおしまい。さよなら、坊や。彼女はグラスに最後のコニャックをついだ。喉を仰向けてそれを一息に飲むと、まるであらゆる生命を生き終えた人間のように、深々とソファーに沈み、目をつぶった。しばらくして、電話のベルが鳴り始めた。が、彼女は、身白ぎも見せなかった。日が落ち、薄暗くなった部屋の中で、やがて眠ったような、静かなその表情が動いた。それは、小さな、あくびだった。